夏季五輪の開催国。数字は開催年。緑色の国は過去に1回開催された国。青色の国は過去に2回以上開催された国。は開催された都市で、黒色は1回、オレンジ色は2回、赤色は3回開催された都市。夏季オリンピックは近代オリンピックのうち夏季に行われるもので、4年に一度読んで割り切れる。 西暦年に開催される総合競技大会。正式名称は、オリンピアード競技大会。なお、第1回大会からすべて参加しているのは、ギリシャ、イギリス、フランス、スイス、オーストラリアの5カ国のみで、ある。また、過去3回下記五輪の開催が取りやめとなった例があるが、この場合でも開示がそのまま残る。A、1900IOC のサイトでは95。B、 1904IOC のサイトでは 91C1920IOC のサイトでは154オリンピック夏季大会競技団体連合に国際競技連盟が加盟している競技が正式競技とされ本大会の7年前の国際オリンピック委員会総会で最終決定する競技数の上限は28である競技 種目数は一貫して増え続け、2000年のシドニー五輪では28競技300種目に達したことから五輪の肥大化が問題視され、2012年のロンドン五輪では野球とソフトボールが外され、26競技302種目に減らされた。2007年には中核競技制度が導入され、2016年のリオデジャネイロ五輪では ロンドンで実施された26競技は除外されない。リオ大会では、ゴルフとラグビーが加わり、28競技で実施された。パリ万博の付属大会。2012年現在、唯一平年に開催された大会である。近代オリンピック制定10周年記念の特別大会として開かれたので、開人はつかない。ベスピオ火山の噴火による財政難のため、 2020年現在、唯一の開催地変更。ロンドンでの開催まで、準備期間は10ヶ月余りしかなかった。第一次世界大戦のため開催取りやめ。当初東京で開催予定だったが、その後日中戦争の影響で開催返上し、フィンランドヘルシンキに変更した。しかし、選挙区悪化のため開催取りやめ。第二次世界大戦の影響で開催取りやめ。 馬術競技だけは当時オーストラリアの家畜権益事情からスウェーデンストックホルムで先行して開催された。これのみに参加したのは5カ国で、ベルボルンには計67カ国が参加。北朝鮮が開幕前に参加を拒否して帰国。開催中、パレスチナゲリラによりイスラエル選手が殺害される。アフリカ諸国のほとんどがボイコット。西側諸国のほとんどがボイコット。 東側諸国のほとんどがボイコット。北朝鮮は不参加。馬術競技は権益の関係から特別行政区である香港で開催された。なお北京は2022年冬季大会が決定し、史上初の夏冬、開催都市となる予定。当初は2020年に開催される予定だったが、新型コロナウイルスの影響により、史上初の延期が決定した。 北京五輪ではこれまでで最大の28競技、302種目だった。ありがとうございます。